イヤ英雄教室、今週も最高に面白かった。笑えるだけじゃなくてしっかり感動もできるなんて、ほんと素晴らしいアニメです。こういう優しい世界ほんと大好きです。キャラもめちゃ可愛いし個性あるしいいよね。来週からはシリアス展開っぽいけど、それも楽しみです。以上、英雄教室のお話でした。